ボルトアクションベアボーンズモッシュピット。皆さんはこのボルトアクションベアボーンズモッシュピットをご存知だろうか。スナイパー限定で行うブラックオプスおなじみのモードで、敵、味方、そして自分全員が SR だけしか持てない状況で SR を持って撃ち合う、そんな夢のようなモードなんです。もちろんスナイパー限定なので、サブ武器のハンドガンやショットガン、そしてランチャーも使えない状況なんですが、一つだけスナイパー以外に使える武器があるんです。勘のいい皆様なら大体察しがつきましたよね。そうなんです、このゲームの仕様上、殴りが使えるんです。もう今回の動画、どんな動画になるか分かりましたよね。今日はスナイパー限定で行うブラックオプスおなじみのモード、ボルトアクションベアボーンズモッシュピットで素手だけで戦うと一体どのような結果になるのかということを検証していきたいと思います。さあ、というわけでやっていきたいと思います。スナイパー専用モードでスナイパーを使わずにキルをすると一体何キルできるのかということでやっていきたいと思います。みんなね、うわ、ボドカとマッチングした SR を使おう。もう SR を使おうっていうか、 SR 専用モードなんで SR を使う以外の選択肢はないんですけれども、まあ基本的にみんなね SR でやってきてくれるはずなので、私はね素手でぶん殴りたいと思います。こいつら俺と SR で打ち合いたいなーとか思ってるんでしょうけど、俺には関係ない。俺は拳でね、対抗していきたいと思います。拳でね、拳でいきます。はい、拳でいくぜ。いやー、よし、いくぞー。もうこれね、おらー、よし、おらー、よし。もうこれね、アホみたいに突っ込んでいくのがやっぱりベストかな。これさ、ここを逆にいっちゃって、うわ、バレてたー。いやでもね、これね、室内戦闘やったら最強なんですよ、多分。室内戦闘やったらね、絶対に強い、これマジで。はい、もう反射の敵は俺のもの、反射の敵じゃなくても俺のもの。あー、くそ、もうこいつはボドカは何をしてるんやって、そんな感じのことを思ってるんですよけども、そうなんです、私ね素手なんです、拳で。よし、行くぞー。ただの害悪、えいえいえい、ただの害悪。もうみんな困惑してますもんね。スナイパー専用マッチね。あー、マジかよ、クソ。あ、こいつ怒ってる怒ってる。俺がスナイパー使ってないから怒ってるぞ。そんなもんは知ったことではない。俺は拳で対抗するからな、知ったことではない。はい、どうした、殴る方が早いぞ。はぁ、マジかよ、今の。絶対たまたま、チンカス腰ダメ、マグレーヘッドショットでしょ。嫌でしょ、そんな。今でしょ。行くでしょ。今すぐに。ははは、殴るんでしょ。そうなんです。殴っちゃうんです。やばいやばいやばい。ちょっと待てよ。これ、あー、くそ。これやっぱね、立ち回りむずいな。これ、ね、どこのマップが一番この、拳でがちゃんと出るんやろうな。活躍するマップが結構難しいってのはあるな。よし、こいつ絶対倒そう。こいつはダークルス、クソが、マジで腰ダメ、まぐれ、チンカス、ヘッドショット、やめろそれ、おもんないねん。まあ俺の方が圧倒的におもんないけどな。だい、殴るのが遅いねん。こっちは最初から殴るつもりで来とんねん。俺が一発殴られて、俺に一発殴られてから、あ、殴られた。じゃあ俺も殴り返そう。遅いねん、もうすでに。お前はあと一発殴られたら死ぬ運命になってんねん。わかりきってないですね。まだお前らは、自分たちの立場というものを、わかってないですね。もう明らかにね、だるい、絶対に俺はだるい。ウリがまだ、よし、行くぞ。
行くぞー。よし、こっち。いや、これ上空に敵機 UAV はマジでまずい。敵機 UAV はね、ちょっとまずいね。あー、なるほどね。これピョーンって一旦外に出てまう。で、こっちに行ってまう。あいで、一旦こう部屋の中に入ってまう。で、部屋の中でとりあえず角待ちをしておく。やばい、ちょっと待って、これ後ろから来てる。まずいぞ。ショープシューターだ、警戒しろ。よし、オッケー。まだいるやろ。待てよ、こっち側にいるな。待て、これ絶対追いかけて殺すぞ。これ絶対追いかけて、追いかけて、おー、やべえ、見失った。あぶねえ。いいよ。はい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 、やばい、ちょっと待って、ヘルストーンまで出た。待て、味方殴れ殴れ。ナイスナイスナイス、いいぞ。マンティスでだぞ。マンティス出ちまったぜ。行こうか。やばい、これちょっと待てよ。これスペシャリストチーム出せるぞ、ワンチャン。マジで出せる、マジで出せるぞ、これ。はい、オッケー。ナイス、ヘルストームキル。危な、よくないんだよね、このパターン。ナイスナイス。さあ、これどうしようか。正面じゃないねんな、これ多分裏なんよな、クルーやったら間違いなく。お、いいよ。さあ、あと140ポイントか。140やったら2キルちょいぐらいなら。マンティス、お前頑張れって、気合い入れてやれよ。俺じゃない、マンティス。もうマンティス自分のことやと思い込んでたわ、今。完全に精神異常者の鏡みたいになってた。ナイス、いいよ。いいよ、みんな。みんないいよ。いけ、マンティス、俺の。俺のマンちゃん。マンちゃん、マジ頑張って。ナイス、マンちゃん。マンちゃん、頑張って、マジで。これ、行くぞ。うわー、絶対出せたのに。もう、まんちゃん、まんちゃん、もうみんなマンティスから逃げる、逃げる感じで行くと思うから。よし、いいぞいいぞいいぞ。やばい、ダブルで殴ることになる。やばい、よし。待てよ、これな、多分な、湧き変わってんな、絶対こっち。ほら、はい。もう怒ってんもん、みんな。もう俺にスプレーぶっかけてんもん。うわー、マジでかわいそう。せっかく楽しいスナイパーモードやのに、俺のせいで間違いなく、もう拳、おもんなさそう、敵。まあこれはね、あくまでも拳での検証なんで、皆さんは真似しないように。てか真似しても何もおもんないからな、これ言っとくけど。ほんまにクッソおもんないからな。まあ今楽しそうにやってるけどね。わーお、いいね、やるね。まああれ近距離でね、敵を倒すっていう練習にも敵さん的にはなってると思いますから。もうね、距離を取り始めた、急に。でもね、これ敵は俺だけじゃないんですよ、残念なことにね。敵は残念なことに俺だけじゃないんですよ。あ、お前自殺すんな、あいつ、スナイパー。あ、やるね、やるね。もう俺が走ってきたから、こいつ拳戦闘に切り替えたぞ。さあ、残りラスト、ナイス、素晴らしい。敵絶対怒ってますね、これ。間違いなく怒ってる。しかも俺1位やからな、キルレン2で。あー、プレイオブザゲーム俺じゃなかったか、さすがに。いや、もう俺がいるせいで抜けてきましたね、敵。ナイスキル。さあ、まずワンヘッショ、からの2キル目、そしてリロードを挟みつつ、もう1回同じところをな覗いて、これ追1か、追1。はい、ということで検証結果なんですけれども、スナイパー専用モードでスナイパーを使わずに拳だけでプレイすると、マンティスを出しつつキルレに勝つ、1位で試合を終えることができるという検証結果になりました。なお、この動画はですね、撮り直し一切なくて一発撮りなんで、これは間違いなく 100% の検証結果です。良い子のみんなは真似しないでね。じゃあな。